はいどうパルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は秋元リベンジの時神戸対浦レッズマッチプレビューやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、前回ですね、浦レッズ VS 神戸戦、ね、退場になってしまって、そこからまあ同点に追いつかれてしまって、まあ、勝ち点差を逃したというのは前回の浦レッズ VS ヴィッセル神戸のゲーム、そしてその試合でまあ退場処分となってしまったのがこの秋元選手でございます。さあ秋元よ、リベンジの時来たったという話でございます。来たったというのは日本語としてはおかしいかもしれませんけど、来たるということでございまして、まあ、秋元選手の活躍、この試合も今度期待して見ていこうと思ってますけどもね。はい、ということでこちらメインチャンネルでございますね。サブチャンネルの方でも J リーグの話をしております。よかったら動画概要欄からですね、サブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。まずこちら神戸浦和ということで、これまでの両チームの成績でございますけど、現在ヴィッセル神戸最下位でございます。現在勝ち点11で18、いや本当苦しいシーズン、まさかこんなことになるとっていう感じがしておりますけど、まあ1試合平均こんだけやっぱり、豪華な、ね、メンバー揃えて1試合平均1点取れていないというなかなかこれ、誤算じゃないかっていうのありますけれどもね。で浦和レッズは現在勝ち点18で13位でございますね。でこれ見てほしいのが両チームの今年の成績ですね。ヴィッセル神戸が2勝5分けの10敗であることに対して浦和レッズが3勝9分け5敗なんですね。これ勝ち星の差1つしかない、まあヴィッセル神戸が2勝に対して浦和レッズが3勝でもこれ1つしか差がないんですけど、この成績を分けているのがやっぱこれ引き分けの数ですね。まあヴィッセル神戸引き分けの数5に対して負けが10というので、やっぱ負けてしまっている。これせめて勝ち点1でも取りたいなという時にやっぱ最後守備が粘り切れていないからこそこの負けの数につながっているんですけど、まあ浦和逆に勝ち星の差は1つしかないんですけど、5回しか負けていない、まあ、ヴィッセル神戸の半分しか負けていないという話でございます。浦和レッズも本当守備、サイドバック、センターバック含めて硬いものがあるんでね、まあ、これなかなか浦和も得点は取れていないんですけど、やっぱこれ守備の頑張りというのは現在浦和レッズとヴィッセル神戸の差かなと僕は個人的には思っているわけでございますけどもね。はい、そして両チーム直近5試合でございますけど、こんな感じですね。ヴィッセル神戸、まあ、札幌に4-1で勝利はしているんですけども、やっぱここだからヴィッセル神戸としてはちょっと中断期間というのが難しくしてしまったというか、これ多分ヴィッセル神戸からしてたら久しぶりの勝利で、まあ、4-1で勝ったわけだったんで、これ多分突然以来の勝利だと思うんですけども、このまあ札幌戦4-1で勝利、さあここからやっとホームで勝って、やっとここからまた上に上がっていくんだっていう感じだったんですけど、そこでまあ中断期間が入ってしまったんで、これちょっと難しいですね。中断期間で立て直したいというのもあると思うんですけど、まあ、せっかく、ね、札幌戦勝っているんで、まあ、本当、ね、もうすぐにでも試合がしたかった状態であると思うんですけど、ちょっとこの中断期間がなかなかヴィッセル神戸からしたら、まあ、効果不効果という感じがしていたんですけども、柏レイソン、前回逆転負けですね、まあ、1対3で敗れる、そしてまあちょっと試合後は三木谷会長ですかねが、ちょっと追悼していてちょっと問題にもなっていたんですけど、ちょっとそんな感じであまりよろしくない雰囲気ですね。で裏前回逆に名古屋にまあ勝利して3ドル勝利したんで、逆にまあ中断期間というのを良い方向に持っていくことが、できたんじゃないか。まあ、逆に浦和レッズの場合はね、これ福岡に最後、ね、中断期間前引き分けていて、やっぱり雰囲気としてあまりいいのか悪いのか難しいところでもあったんですけれども、しかしもこれ、中断期間しっかりリフレッシュしてですね、まあ、しっかり、結果残すということで、逆に浦和レッズからしたらこの中断期間というのはまあ体力的にも戦術的にもですけれども、ね、良い期間を過ごしたんじゃないかとも改めて思うわけでございますけれどもね。はい、そして、両チーム前回対戦ですね、今回から、まあ、これ、ここから後半戦がスタートということで、まあ、前回の対戦成績とか出していくんですけれども、浦和レッズでいうとこんな感じですね、秋元ワントップの試合でございました。そして松崎選手が初ゴール決めて、で、この1個ね、これ前川選手に、松崎選手のシュートが、まあ、これ前川選手に弾かれて、まあ、本当ファインセーブ、あれ前川選手がうまかったんですけど、あの2点目、松崎の2点目が決まっていればですけれどもね、まあ、これ、チームの成績としてもそうなんですけど、これ、松崎の未来もちょっと、変わっていたんじゃないか。あそこでね、まあ、2点目決めていれば、ちょっと松崎ももう一歩これレギュラーに近づけていたんじゃないかとか、まあ、いろいろ考えるわけでございますけれども、ね、中ゲームでございました。で、まあ、結果として秋元選手が退場になってから防戦一方の展開で、まあ、昨日に決められる中ゲームでございましたけど、この試合西川選手、僕ちょっとハイライト見直したんですけれども、ね、まあ、あとまあこの得点者以外のところで言うと PK ですね。PK を西川選手が止めた中シーンもあったんでね、まあ、そういう意味でもこれこの試合結構印象的な、ゲームであったのは間違いないんですけど、まあ
まあ、ヴィッセル神戸もこの時からすると、まあ、監督も変わってます、まあ、システムも変わってるっちゅう話でございます。まあ、ここがどんだけ参考になるか分かりませんけど、まあ、ロティーナ監督なんで、そこもどういうふうに修正していくか、もちろん守備の修正がうまい監督ではあります。まあ、ロティーナ監督って自分は攻撃的なサッカーをやっているんだっちゅう話はずっとしているんですけど、まあ、やってることは結構、ね、攻撃的よりもやっぱ守備の整備がうまいイメージが僕はあるんで、まあ、結構クラシックというか、まあ、現代のサッカーのポゼッションサッカーってこうなんていうんですか、攻撃的なイメージイコールポゼッション、まあ、ちょっとそういう大枠で言うとですけどね、やっぱポゼッションする意味というのは得点をするためのイメージがあるんですけれども、しかしは昔本当大昔のポゼッションサッカーというのはもう相手が強すぎて、もう自分たちでボール回すしかこれ勝ち点1も取れないよっていうのがあって、負けないためのこれ、まあ、勝ち点1でもという消極的な意味のポゼッションサッカーっていうのがこれ始まりと言われてはいるんですけれども、これまあ諸説あるんで何とも言えませんけど、まあ、当初はしかしまあ守備的な意味で使われてたこのポゼッションサッカーであるんですけど、どちらかともヴィッセル神戸そっちに今近い状態にある、こう失点しないためのこれポゼッションというか、そういうイメージが僕はどうしても今あるんで、そこをまあね、これこの能力、まあ武藤選手とか大迫選手とかこの辺の怪我から復帰した選手たちがどういうふうにやってくるかというのも、やっぱロティーナ監督とのこれ親和性、サッカーの戦術的なところ、マッチングに関してどういうふうに変化していくか見ていこうと思ってますけどもね。はい、これは両チーム前節のスターティングメンバーになってきますけど、ちょっとびっくりしたのがヴィッセル神戸 3-5-2 だったんですね。レイソルが 3-5-2 システムなんで、そこをマッチングさせた、まあ、要はミラーゲームですね。柏レイソルの特徴を消そうとして、まあ、ミラーゲーム仕掛けてきたんですけども、しかしも破るっちゃうんでございます。まあ、やっぱりロティーナ監督って僕は4バックの監督と思っているんで、この3バックシステムとにはちょっと予想外ではありました。ちょっとそこはある意味ロティーナ監督らしくないなっていう感じが、まあ、しましたね。そしてこの 3-5-2 ですね、まあ、3-5-2 この形の3-5-2システムというのは結構最近流行ってきていて、この 3-5-2 システムについてちょっと今度サブチャンネルでちょっとやっていこうと思ってます。なんでこの 3-5-2 システムが、現代サッカーで流行り始めているのかっていうのは、ちょっとこの辺やっていこうと思っているところでありますが、まあ、ちょっと簡単に話しておくと、要は最近の、ね、ビルドアップ、まあ、これ裏打ちだけじゃないんですけども、どのチームもほとんどそうなんですけれども、ね、しっかり後ろからつなぐようになって、要はビルドアップのところですね、ゴールキックから始まるときしっかり後ろからつないでいこうという、感じになってきていて、そこ今センターバック2枚、大体まあ4バックのチームが多かったりとかするんで、このセンターバック2枚に対して、まあ、絶対ここでボール回してくる、まあ、しっかり後ろからつないでくるセンターバック2枚に、対して2トップで挑むことによってこうマッチングするというのがあるんで、まあ、やっぱ相手のビルドアップとか、まあ、現代サッカー後ろからしっかりつないでいくというこの特性を踏まえて、まあ、2トップで相手センターバック2枚を潰しにかかるという意味でこの2トップシステムが僕は流行ってきているんじゃないかと思います。まあ、これ実際はボール回してる側センターバックだけじゃなくて、ボランチの選手が降りてきて3対2とか、まあ、ゴールキーパー含めて3対2とかの、形を数的優位を作っていくんで、まあ、実際まあガチハマりはしないんですけど、まあ、しかしセンターバックを2枚見るという意味ではこの2トップシステムというのは結構相手からしたらボール回してる側からすると嫌なんでね、というのがあると思いますが、だからこの試合に関してもしこれ、ロティーナ監督2トップでやっていくのであればですけどもね、まあ、ここ要経過、まあ、2トップじゃなくても結局 4-5-1 であってもトップ下と、1トップの選手が2枚ではめにくるっちゃあるんですけど、まあ、ちょっと2トップの方が分かりやすいというか、まあ、これ可変説にですけどもね、やっぱり 4-5-1 の場合トップ下の選手がちょっとずれて、ね、2トップと横並びになるんで、ちょっと穴ができるという穴でも、まあ、ないんですけど、ちょっとズレが起きるんで、まあ、最初から2トップで来るとですけども、変なズレが生まれずにこれビルドアップかけることができるんで、そこはちょっと変わってくる感じが個人的にあるんですけど、さあこの試合、どういう風にヴィッセル神戸で、ね、スターティングメンバー組んでいく、まあシステムも含めてですけどもね、そこ注目して見ていこうと思ってますけどもね。はい、そして、スタッツですね。ヴィッセル神戸のスタッツ、今シーズン90分間換算、スタッツにはなってきますけど、こんな感じですね。まあ、やっぱり得点のところで言うと悪い、まあ、枠内シュートが10位というのもあれなんですけれども、シュート数、まあ、7位。これ、シュートしっかり放つことができて、まあ、7位なんで半分より上ではあるんですけれども、しかし、まあ、シュートの割には枠内に飛んでないっていう話でございます。そして、まあ、得点も生まれていないんで、まあ、武藤、大迫、イニエスタ、この辺、本当素晴らしい選手がいるんで、この数字は確かに悪いんですけど、いつハマるかわからない。いつ噴火するか分かんないメンバーなんで、あんまりこの辺の数字ってヴィッセル神戸当てにならないというか、当てにしちゃいけないのかな。まあ、要はこの数字だけじゃなくて、本当いつ爆発するかおかしくない選手がいるんで、この数字以上に警戒度はやっぱ高まるっていう話でございますけれどもね。で、その他でいうと、インターセプトが3位というのは結構守備のところ集中している、まあ集中はして、守備の時に集中はしているんだけれども、自分たちでこれボール回してる時のこれディフェンス陣はちょっと集中力変えてしまって変なパスミスが起きてしまうんで、まあ逆にビルドアップの時のミスというのがディフェンスは目立つんですけど、まあボールがないところですね、まあ自分たちがボール持っていない非保持の時のこれディフェンスはやっぱ硬いものがある
るというので、まあ、相手、まあ、今回で言うと浦和レッズがボール持っているときこのインターセプト守備の強度結構高いチームであるんで、この3位というのはやっぱりここは要結果変な形でボール奪われないようにしないといけないという話でございますね。だからヴィッセル神戸って本当不思議なチームなんです。まあ、守備と結構、ね、崩壊しがちで3失点とか、複数失点してはいるんですけれども、このインターセプト3位っていうのは結構分かりやすい。僕がこのヴィッセル神戸のゲームを見ていてもこの3位という数字は結構うなずけるもので、守備は、ね、緩いんだけどもしっかり中盤の選手は強度が高い、まあ、ボランチの選手とか、まあ、あとセンターバックの選手、ここ守備の時は本当強度が高いんですけど、自分たちがボール持った時に変にこれ、ね、ボールロストしてしまったとか、そんなところでパスミスしたらそれはまあ相手にショートカウンター食らって失点してしまうよねみたいな、ちょっと一番悪いところでボール奪われてしまうんで、自分たちがボールを持っている時のディフェンス陣、まあ、ビルドアップの時のディフェンス陣は相当不安があるんですけど、相手がボール持ってきて逆に向かってきているとき、守備の時の守備陣というのは単純に結構硬さがあるっていう僕のイメージですけどもね、というのがあるんで、このインターセプト3位というのは結構僕は分かりやすいのかなっていうのは、あります。本当変な形で失点してしまうのがヴィッセル神戸多くて、なんか気づけば、まあ、自分たちのペースでやっていたんだけど気づけば変なミスからズルズルいってしまうみたいなことが多いんで、まあ、そこは僕みたいな売られたサポーター他サポが、言うよりも多分ヴィッセル神戸のサポーターの方がよく分かってるというか、いやそんなことないと、本当単純に守備の強度が弱いとかもちろんそういうこと言われる方多いと思いますけれども、僕のこう勝手なイメージですけれどもね、っていうのがありますけれどもね、はい。そして注目選手ですね、両チーム注目選手でいうとヴィッセル神戸橋本選手ですね。先日昨日か一昨日かですかね、これロシアとかウクライナとかのリーグでプレーを、している選手、移籍の特別措置ですね、これロシアとかウクライナもそうですかね、でプレーをしているサッカー選手に関しては移籍の特例措置というのが適用されて、その、まね、特例措置を利用して、このヴィッセル神戸に加入した橋本健人にはなってきますが、この度ですね、この、特別措置というのは1年間これ延長されたという話でございます。多分これ橋本また1年間ぐらい、プレーするんですかね。もうロシアリーグが今大変なことになっているんで、まあ、ロシアからの移籍ができるように、まあ、しやすいように中、特例措置が分かりやすく言うとですけど、ね、あるんですけど、それを利用して橋本ヴィッセル神戸来ているんですけど、それがまあ1年間延長になったんで、今後もちょっとね期待の選手になっていくと思いますけども、ね、まあ、そういう意味でも、まあ、前回いなかった選手になっていくんで、そこはまあ要警戒要注目選手になってきますね。でやっぱ裏は最初言ってた秋元ですね、本当リベンジマッチです。本当この試合、ね、秋元前回もね本当素晴らしいプレー、見せてくれていたんで、この試合スタメンかどうか分かりませんけど、本当ねこの試合一発回答を見せてほしいと思ってますけどもね、はい。ということになります。以上バラブンテージェルサッカーチャンネルのつつんでよかったらチャンネル登録します。さら。喜ぶよ。